まあ始めていきますか。緊張する。緊張してきた。緊張してきた。なんかマイクの力すごい緊張が伝わってくんねんけど。緊張してるじゃん。僕も緊張してきた。やっぱ対談ってなってオンラインでやるとちょっと緊張するんですよね。うん、そうね。いや前の塚原夫婦さんの対談もやっぱちょっと緊張したし、めちゃめちゃしたよ、ね。めちゃめちゃしたよ。いや、そうなんですよ。まあ、最初はちょっとガチガチかもしれないですけど、徐々にほぐれていくだろうということで。はい。じゃあ、このままぬるっと始めていきます。はい。というわけで、渡辺夫婦の二人ごと、今回はスペシャル対談企画ということで、お友達の夫婦クリエイターの皆さんにお越しいただきました。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。お願いします。お願いします。じゃあご紹介もさせていただきながら皆さんに自己紹介もねしてもらおうと思うんですけど、じゃあまず、裸足夫婦さん夫婦活動歴はもう3年近くですよね。あ、でも確かにインスタグラムを始めて、ね、インスタグラムを始めてから始めたからもうちょうど3年ぐらいだよ、ね、確かに。あ、 YouTube は2年ぐらいだけど、うん、僕らとまあ活動歴は同じぐらいの ね、3年近くも夫婦で活動してて、でも無名のね YouTube 始めてない頃からの知り合いの、うんうん、ご夫婦、裸足夫婦さんよろしくお願いします。じゃあちょっと20秒30秒で自己紹介いただいてもいいですか。時間簡潔に裸足夫婦です。夫婦で会社を辞めてオーストラリアに行って、オーストラリア一周旅とかをした後に、今は日本に帰ってきて、車中泊で延べ日本一周を目指してる途中の夫婦クリエイター、あ、です。あ、です。一郎と。あ、一郎とありさです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、続きまして、この前、ポッドキャストでも対談させてもらいました、塚原夫婦さん。夫婦での活動歴はだいたい半年ちょっとが経ったという頃なんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。塚原夫婦の蒼太です。妻の小夏です。で、僕たちは半年前の夏に大阪から高知の山奥に移住して YouTube を始めました。で、主に地方移住の情報であったり田舎暮らしの日々を Vlog で届けてます。で、登録者はこの収録時点で4500人ということで、まあ、夫婦 YouTuber の帝王の皆さんに囲まれながらはすごい恐れ多いんですけど、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。じゃあ、現在は奥様お一人での活動をメインにされてるんですけど、もともと夫婦での活動 YouTube なんかもされてたエリキャンこと菅原エリさん。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。こちらも、はい、エリキャンという、はい、ご紹介お願いします、はい、エリキャンという名前でYouTube やらせていただいてます。 YouTube 一人で始めてだいたい半年ちょっとぐらいになります。私は主にキャンプ、車中泊、古民家の DIY、 地方移住などなどの発信をしております。まあ、旦那さんはすぐ隣にいるんですけど、まあ、仲良く、はい、一応いることは存在してます。いつも通り、うん、いるいる。じゃ、なんかこう聞きながらご自身の作業されてる感じですか。そうみたいですね。なんか好きでやってますね。なるほど。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい。まあ、こうやって4組のクリエイターが集合したわけなんですけど、まあ、なかなかこう同業者同士で話す機会ってないよね。うん、うん、だからまあこうしてねお話しする機会できてすごい楽しみにしてるし、なんかいろんなこと聞きたいな、情報交換したいなと思ってるんで、はいはい、皆さんよろしくお願いします。今この収録時点で時刻は20時を回ったところで、え、皆さん晩ご飯とか食べました？食べました。食べました。あ、よかった。よかったよかった。でこれもう何時間話すことになるか分からんから大丈夫かなって思ってわかんないですかね。前例もありますから。前例もありますから、はい、裸足夫婦とはねもう8時間飲み歩きそうそうそう、すごい。でもエリキャンとは、うん、エリキャンとはねあれ何時間、19時間ぐらい、19が17、地獄みたいな飲み会だったよね。それコラボした時、いや
何も回してなかったよね。1秒も動画回してない時だね。あ、すごい。プライベートすぎる飲み会。そうそうそう。ああ、なるほど。それ何時から何時？ 5 時から。朝の9時。5時って朝の5時か、夕方の5時か。夕方の5時から朝の9時。うわ、やばい。え、寝てない？私は寝たで。私は、俺も寝たよ。うん、9時にやろ、うん、私は6時に寝た。皆さん、そんな大学生みたいなのがあったら、ようやるわ。ほんまやね、すごいわ。ようやらんな、そんな。今さらね。はい。まあ、それぐらいのね、テンションで今日は話そうかなと思って。で、もう台本とかはもう全然なくて、もう話すテーマも全然決まってないんで、うん、もうおのおの話したいこと話して、聞きたいタイミングでちょっといいですかって言って聞いて、うん、もう普通に井戸端会議ということで、おしゃべりしましょうっていう感じの会なんで、まあそういう形でリラックスして話せればなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。で、リスナーさんも、まあ、そういう気持ちでね、ゆるっと聞いていただければと思うんで、うん、説明欄の目次なんかも使いながら、まあ、最後までね、聞いてください。ということなんですけど、なんか最初話題がないと何から話そうって、皆さん緊張感がね、クラブハウス越しで伝わってちょっと最初トークテーマ欲しいなと思って。で、塚原夫婦さん。うん、はい。去年、大阪から高知県の田舎の町に移住されて、夫婦で YouTube 活動始めて、うん、まあ、約半年ちょっと経ちましたというところで、はい、まあ、そろそろ何かちょっと悩み事だったり、うん、相談事だったり、皆さんこれどうされてますかとか、はい、こんなん知ってますかみたいなね、そういうことないかなと思って、はい、なんでちょっと塚原夫婦さんにね、最初のトークテーマを振っていただこうと思うんですけど、どうですか？うわ、いいんですか？遠慮なくお聞きください。はい、めっちゃあるよね、うん、聞きたいこといっぱい山のようにあるんですけど、まず最初にお聞きしたいのが、私たちは YouTube 始めて約半年、移住してきたタイミングで夫婦で YouTube を始めたんですけれども、まあ、皆さんは活動歴っていうところも私たちよりダントツで長くて、で登録者ももう万と言ってるクラスの方たちなので、まあ、過去動画を私たちも見てる中ですごい、もうこれはバズってんな、みたいなやつがいっぱいあると、研究されてるね、はい、思ってるんですけど、私たち自身はまだ、なんか自分たちでバズったみたいな感覚の動画ってまだ一本もなくて、ね、その経験をこれからしたいなと思いながら頑張ってるんですけど、うん、皆さんにお聞きしたいのが、その過去の動画の中で、これは自分たち的にバズったっていうものの、裏側っていうとこを聞きたくて、例えば、狙って、もうこれは絶対バズらせに行くっていう感じで企画をがっちりやって、こう、頑張ったのか、たまたまどこかのタイミングでバズったのかっていう、その裏話をぜひお聞きしたいと思ってます。いきなりなかなかあまりやった。めっちゃリアル。笑いよ。いや、もうめちゃくちゃリアルだね。いや、もう、これはね、視聴者さんはある意味ちょっと置いてきぼりにしてる。深く話すべき話だと。そうだね。濃厚なものをいきなりぶっかましてます。うん、いや、これはでも永遠のテーマというか、やっぱ常に考えてるし、うん、で、狙ったからといって当たるわけでもないし、難しいところよね。うん。エリさんとか、私もそう、めちゃ得意そう。うん、そうやね。エリさん去年も完全にその戦略で伸ばされたから。すごいよ、そう。したたか、すごい。どうですか、エリさんは。そうですね。今週あたりで2本目の100万回再生超えの動画ができそうで。おー。2本超えるのかなっていうのと、それと。夏の車中泊。あ、そうそう。なんか、毎日1日1万回増えてるんですよ、地味に。あれが。6ヶ月ぐらい前の、いや、5ヶ月前かな、あの動画がなんかじわじわと。伸びてるみたいな、うん、冬なのですけど、夏の車中泊さんっていう。そう、多分これはね、キーワードプランナー使って作った企画なんですよね。なるほど。なんか夏車中泊暑さ対策みたいな。でそれで関連するような記事とかも読んで、私らしい表現ができるかなと思って思いついた企画で。その次に、まあ、引きのあるサムネ撮って、あとは中身はもう適当って言ったらあれですけど、まあ、クリックされれば見てくれるので。うん。そうですね。そんなもんかな。だから結構、SEO を意識して動画を作る
と結構後伸びでいつの間にか10万回再生超えてるみたいなパターンが多いですね。あとはクラファンとかで話題になっているような商品とかを出すと、はい、うん、やっぱり買いたい人が多い、支援者が多いから、だから結構伸びやすいなっていうのは感じてますね。へ、じゃあ結構もうその需要がありそうかっていうのを意識して企画作ったりタイトル作ったりしてるってことですよね。あ、そうですね。その急上昇に乗ったテント設営のやつはクラファンでもうめちゃくちゃすでに人気があったやつなんですよ。あ、なるほどね。だからこれはいけるかもって思ったね。さすが、よく考えられてるわ。うん、結構企画が一番大変ですよね。企画大変ですね。そう、適当に撮って、うん、後からタイトルつけてサムネ作ってってやるとなかなか難しい。うんうんうん、難しいですよね、うん、まず企画とかタイトルサムネを考えてから動画を考えるみたいなね。そうそう、うん、それがね難しいんですけど、まあ、手間なんですけど、それをやるとやっぱ数字変わってくるんじゃないかなっていうのはすごく自分で感じてます。どうでしょう。あ、うん、あ嬉しい、ありがとうございますガチガチなやつガチガチのねアドバイス。いやでも一番こうプロっぽいというか、一番その YouTube のプロがやってるやり方をされてると思うな、うんうん、いや結構始めたのが、私も多分小夏さんたちと同じ時期、去年の夏頃なんですよね。で、はい、もうその頃って YouTube はオワコンだとか言われてたりとか、うん、そうですよ ね、 今からいや始めても伸びないからみたいな時期だから、ただ本当動画載せるだけとか、はい、ただパンチある企画やるだけだとやっぱりブラウジングに乗ってこない時代に始めちゃったもんで、はい、わーちょっと遅いってなった時に検索流入をちょっと意識しながら作るけど、はい、オリジナリティも出すっていうその絶妙なバランス、難しいけど そ、ね、そこめっちゃ考えていかないと絶対伸びないだろうなと思って そう今からはやっぱそうなのかなとは思ってますね。わ、うん、めちゃくちゃしみるねいやわかんないですけどね私もうん、でも最近やっぱなんかあんまりこうバーンみたいな、うん、ドーン、まあ、もうなんか昔ならではの YouTube のサムネみたいなよりは、うん、なんかほんまになんかちゃんと考えんと見られへんしみたいな。でさっきロングテールっていう話あったんですけど、うん、うちらの動画でもやっぱりまだこれ伸びてるかみたいなの結構あったりするし、あなんか突然来るよねあれ。そうそう、突然ピョコって伸び出したりとかもあるし、うん、分からんで、なんかもう結論なんかいい動画をちゃんと作って、でそれこそタイトルサムネをしっかり設定してたら、なんか最初伸びなくても後からちゃんとついてくる、あるあるみたいなところは感じてる。うん、裸足夫婦はどうですか。裸足夫婦バズらせるには、バズらせるには、まあ、僕らはずっと渡辺夫婦に相談を乗ってもらってた。そうね、そうなんですね。いやいやいや、相談乗ってもらってたというか、もう どうしようかねーってもう一緒にうんうん、お互い大変だね。そうやな、そういう感じやったな。いいな。でも僕らので多分バズってるのが多分車のキャンピングカーの紹介系で、うん、まあ、あれはなるべく自分らに興味ない人でも興味を持つ動画は、うん、そのバズるかなって思っていて、あの裸足夫婦がやってる動画だから 見るだけとやっぱりその、まあ、知ってる人までにしか届かないんで、そのバズらせるっていう意味では、まあ、誰だこの夫婦みたいな状態の人たちでも見て興味持ってくれるような動画ならいいかなって。でもそっちばっかりやってると今度ね、うん、あのその裸足夫婦のことが好きっていうそのファンとなってくれる人、うん、はい、のその数っていうのがどうしてもこう薄くなってしまう気がするな、うん、その自分たちを出さないから、うん、それはそうやな、だからその視聴回数が取れる動画とその自分たちの色を色濃く出すけど視聴回数あんま取れない動画とっていうのが両方必要なんだろうなっていうふうには最近思っていますね。けどは渡辺夫婦に教えてもらう。そんなこと言ってない。煙って思いながら喋ってます。まあでも確かにこうバズる動画がすなわち自分らの撮りたい動画とか自分らが好きな動画かというと必ずしもイコールではないよね。いやそうだね。うん、実際に
社内紹介よりも、普通の、再生回数は少ないけど、私たちの色が濃いやつの方がコメント数が多かったりとかするよね。わかる。わかる。そうだね。めっちゃわかる。そうそうそう。それはすごい感じる。必ずしも、再生数が正ではないっていうところは、あるよね。まあ、チャンネルも成長させようと思ったらそのバランスやね、伸ばす動画と、まあ、これは伸ばさないって言ったらあれやけど、まあ、でもこう好きな動画、ファンの方が喜んでもらえるような動画を数字とかあんまり気にせずアップしようっていうかな。でこれなんか最近打ち合わせしてないけど YouTube のさ、なんかコンサルみたいな人ついてくれてたやん、あ、もうなんか消えたよな、消えたの、消えた、一応まだ期間残ってるの、忘れられてちゃうかな、その方が言ってたのは、そのバズる企画を作るときに、その分野に興味がない人も興味が持てるような企画にしたら、その伸びやすいって言ってて、例えば何かっていうと、僕ら猫飼ってるんよね、うんうん、で猫飼ってて、はい、一番今猫で伸びてるのが寝てる間に何してるっていう動画で、あれって猫の動画ではあるけど猫の動画じゃないというか、見た時になんか猫好きじゃなくてもなんか猫って夜中何してんやろって気になったりとか、あと僕らが寝てる風景もちょろっと映ってるんで、なんかこの寝てるモニタリングな感じどんな感じなんやろみたいなの興味引いたりとかっていうのが大事らしくて、だから DIY とか、まあ、地方移住とかも移住にめっちゃ興味ある人だけを狙ったらやっぱパイがちっちゃいんで、うん、移住に興味がない人でも、え、そんなとこ移住したんとか、そんな DIY やっちゃうんとか、興味ある人の数が増えると、伸びやすくなるみたいな感じのことは、聞いたことがあります。めちゃくちゃもうなんか真剣なミーティング思ったより本気やねんけど、ようやく伸ばしてくれるみんな本気でやってるからね、みんな本気でやってますから、ね、本気、いや、そうそう、そりゃそうよ、いや、すごいありがたい話、ありがたいです、私たちからしたらね、めちゃめちゃめうんってめちゃうなずいてましたまあ、YouTube やってると数字はねちょっとつきものというか、どう付き合っていくかっていうのはあるけど、まあ、数字にね振り回されるっていう側面はあるからね、外に出ちゃうのがやっぱ一個特徴だよね、良くも悪くも YouTube は、ね、出なくていいよね、もう見なくてもええのにな、いや、ほんまにそれはそう思うな、だってインスタのいいねも見れないしさ、そのブログも人のサイトの PV 数は見れないし、ね、YouTube は YouTube ぐらいじゃない、そんな如実に、あんまポッドキャストとかも出るのか、いや、もうポッドキャスト全然出ない、ボイシー買ってんの、ね、まあでもね、あ、ボイシーは出るね、それはちょっと一個特徴だよね、確かにね、だから YouTube やってるとよりその音声配信とかスタンド FM はそういうの出ないし、でポッドキャストも全然コメントとかもないしってい う逆にそういうのが結構新しいというか、なんか気楽にやれてる理由でもある、なるほど、確かに、確かに、そっちでも数字求められたりとか、フォロワー増えたとか減ったとか、そういうの気にしてたらやっぱりもう大変というか、YouTube はランキング出るからね、あ、ランキング出る、今回の動画何位みたいなね、あなたの、あれやめてほしいわ、ね、それ、いや、それちょうどポッドキャストでこの前話した、今週末公開しますへー、YouTube の管理画面にめちゃくちゃ文句言うっていう。いや、もうみんなで署名集めて提出しよう。本当に。いや、あれあかんよね。言い方きつない。一番最新のやつとかさ、常連が見てみましょう。見てみましょう。昨日出たもんね。そんなん出るんすね。分かっとんねん。ね、いや、もう分かった上で猫メインのそう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 、僕ら猫メインの動画出しても初速ってそんな良くないんですよ、猫好きの人って登録者の中にあんまり多くないんで、で分かってて出してんのに、なんかもう8位とか言われてなんか常連がなんかあんま見てないよみたいな、そんな分析せんといてみたいな知ってるわね、いや、これは、いや、もちろん、アナリティクスは役には立つんですけど、ちょっとなんか、メンタルえぐられるというか。いやー、わかるわ。やっぱみんなそうなんだね。いや、そうそう、みんな一緒よね。いや、そうよ。狙いに行った動画がなんかもう7位ぐらい。あるあるすぎる。あれみたいな。やる気なくすんだよな、もう7位以下だと。めっちゃわかる。
いやだからもうアップしてすごいですねみたいな、うん、今日もアップできましたねとか言ってもう全部褒めてほしい自己肯定感爆上がりいやそう自己肯定感ちゃんと高めてほしいよねめちゃくちゃ興味を示してませんじゃあ塚原夫婦さんなんか他にあったりします？あ聞いていいんですかそんなどんどん。あいいですよ。いっぱいいっぱい。僕らチャンネル開設して、まあ、1000人達成するまでは1ヶ月か2ヶ月ぐらいかかったんですけど、まあ、その後結構伸び悩んでて、で、まあ、そうやって伸び悩んだ時ってめっちゃしんどいじゃないですか。でそのしんどかった時期ってどういう風に夫婦で乗り越えていったというか、しんどかった時期とか、うん、その時どうやってこう何があってこう今のそのしんどい時期を打破できたかみたいなところを聞いてみたいです。ありがとう全部通訳してくれて。あ、そうどうなんか定期的に来るよね、うん、それ定期的に来る。あ1回とかじゃないよね多分、うん、なんか3、4回ぐらい2、3ヶ月に1回なんかこう、あの桜が咲いて散ってみたいなそんな感じのペースで来る、うん、今はちなみに桜南部咲き今は結構咲いてんじゃない？うんそうね、結構咲いてる心は安定している。あ安定してる。よかったよかった、うん、咲いてない時もやっぱあるもんね。うん、あるあるある、うん、めちゃくちゃあったし。前直近で咲いてなかった時はどんな感じやった？10月ぐらい？そうだね。10月ぐらいかな、この間の。ああ。は、よし、YouTube なんか、その帰国して、再開して、本格的に、頑張るぞ、うん、再開したけど、あれ再生されへんみたいなね。うん、まあ、その、多分視聴者さん的には、今までオーストラリアにいた、あの、夫婦の旅 YouTuber が、まあ、日本に帰ってきて、っていう、その、なんだろうな、環境の変化、見られ方の変わり具合、っていうのが、うん、まあ、多分一個あって、で、それに、うん、なんだろう、俺らもどう対応したらいいかというか、どういう、何を見せたらいいかみたいなところは全然わかんなくて、うん、で、フラフラしてたな。うん。うん、それは、ちょっともやっとしてた、どういう動画喜ばれるのかなとか、どういう動画作ったらいいのかなって分からん中で、どういう変化というか気持ちの落ち着かせ方を結局した。まず一個やっぱ改めて他の人の動画をめちゃくちゃ見たかもしれない。あうん、その私たちって去年の3月ぐらいまでこうガーって YouTube やって、で、帰国してからこう、あんまり更新しなくなったタイミングで、その YouTube の動画もあんまり見なくなってた時期が続いたよね、結構ね。うん、そうね。うん、YouTube 自体からちょっとだけ離れたとかって。そう。うーん。でからの、その当時の感覚でまた戻ったから、うん、なんか、そっからやっぱまた状況は変わってるやろうなっていうので、今じゃあどんなキャンプ動画とか車中泊動画が見られてんのかなっていうのを見るようになったんじゃないかな。そうね。もう一回ゼロから分析しようって言って、うん、そっから。うん始めて、あとはもうなんか、なんだろう、信じる。そうね。なんか改めて視聴者さんのありがたさに気づくみたいな。いそう。いや、でも絶対、このコメントが1個2個来るってことは、絶対見てくれる人いるから。そうはいはい。うん。信じよう、みたいな。で、またそのランキングに振り回す。まあそのサイクルはね、うん、ただそういうなんかもやっとしてる時でもいつも見てくれて応援してくれてコメントくれる視聴者の方ってすごいありがたいよね。いや本当にありがたい、うん、ね。もうやっぱちゃんと見てくれてるしね、いろんな時でもね。からもう信じる、うん、大事だかも。いやでもそれは分かる。なんか一周回ってくるよね、悩んでる時期があっても。あー、ね、分かるわ。でも確かに一番最初に悩んだ伸び悩んだっていうか、もう別に伸びてもなかった時からこう、ちょっと伸びた時っていうのを一回経験してるとこう、なんていうの、またかっていう気持ちはどっかにありながら、また戻れるやろうなっていう気持ちはどっかにありながら、じゃあどう頑張るかみたいなところの、確かに。気持ちではいられるかな。うん。折れにくくはなってるよね、心が。うん、心が。一回戦ったから。うん、一回乗り越えてるからっていう。僕らはもう最近ちょっと変わったよね、うん、やり方が。そう、ね、いや、なんか、私も一緒でずっと桜が咲いては散りよう、多分もっと激しいスパンで繰り返してて。へえ、意外だ。うん、今日はしょげ、今日はしょげかみたいな。そうそう。うん、今日、そう。しょげてますとか言って。そうなんだ。でやってたけど、やっぱりなんか、まあ、
一つのきっかけはやっぱメンバーシップを始めたことがすごい大きくて、私の中で、うん、でなんかまあ動画がどれだけ伸びなくてもチャンネル登録者がどれだけ伸びなくてもやっぱメンバーシップの方って毎回めっちゃコメントくれるし、でなんかもうどんな動画上げてもわあもう素敵だねとかもう今日もありがとうみたいな言ってくれはって、でなんかもうその存在があるからもうそうやって喜んでくれる人のためだけに私動画作ろうってこう一周回って思えた時期があって、うん、でそっからはもう数字を実は全然最近追ってなくて、私たち、うん、もうチャンネル登録者が伸びようが再生回数が減ろうがもう全然関係なくって、もう見たい人だけその人のためだけに作ってるみたいな、うーん、なんで回答にはなってないかもしれないんですけど、まあなんか作り方が本当根本から変わったって感じですね。うん、バズ動画を追いかけない、うん、もう数字の呪縛から解放された、されたって言ったらあれ、またねちょっとほんまにされたんかっていうと、まあ、ちょっと気にしちゃう自分もいるのは確かないけど、まあ、前よりねもうさらに気にしない、本当に気にしないっていう、でもすっごい楽になったそれ で、逆にそれが良かったりもするから、ね、そう、僕らなんかやっぱ日常の Vlog を中心に上げてるから、なんかそうやって肩の力抜いて上げた動画が意外と好評やったりとか、うん、意外と数字も伸びたりとかもあったりして、うんうん、だからほんまにもう YouTube って分からんし、分からんね、だからもう結論楽しんで続けていくことしかないよなって、うん、あいやそれはほんまにそうやね思うかな。エリさんとかどうでした？伸び悩みの時期、結構方針も変わってきてるじゃないですか、うん、エリキャンのよくお気づきで、はい、そうですよねボイシーもちょっと聞かせていただきまして、あそういうなんかいろいろ考えてはんねんなと思って、いやぜひちょっと聞かせてください。そうなんですよね、まあ、私もジェットコースターみたいな感じでやってるんですけど、再生回数って努力だけでなんか埋まらない数字があったりとかするんですよね。だからどんなに頑張ったとて、うん、あもうめちゃバズるかもしれないし全然伸びないかもしれないっていう、その自分でコントロールできないところで努力するのって結構しんどいんで、私は視聴維持率が下がらないようにっていう努力をもう常々そこはやっていこうかなって思ってて、それはその動画の途中で飽きて離脱されないように、そうそう途中でつまんないと思ったらね、うん、停止をしていっちゃうじゃないですか、うんうんうん、だからそれをさせない努力はできるじゃないですか、ある程度、うん、うん、再生数伸ばそうと思ってやるのって結構難しいけど、離脱させない努力はできるから、だからそういう動画を作りたいなと思いますね、最後まで見てもらえるように。なるほどね、うん、だから最初の見てもらった人には楽しんでもらえるように、そうそう絶対押してくれた人を逃がさないみたいな、うん、感じにはしたいなって思ってます。だからそのね、視聴維持率って、まあ、視聴者さんには現れない数字だけど、それが結構上の方になってくるとやっぱ安心するから、再生数取れなくてもまあ視聴維持率 50% だからいいやみたいなってちょっと思えるかなって感じで、なるほどね、はい、あ結構見てくれてるから私の動画はいい動画だみたいな思えるそうだね、 YouTube の管理画面も再生回数の伸びでしか褒めてくれへんから基本的にそうなんだよな、でもそこってコントロールできひんもんね、分からんし ね、なるほどね、回答になりましたでしょうかって、はい、もう十分でございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ちょっと僕から質問というか聞きたいことあるんですけど、僕ら夫婦でまあずっと活動してて、あの夫婦でやってるのはもちろん楽しくてやってるんですけど、夫婦でやるからこそのなんかうまくいかない点もあるなと思ってて、特に動画を2人で一緒に撮影して作るとき、うん、なんかどういう動画にするかっていうすり合わせがあんまりできてなかったら、なんかあれこのシーンでもうこれでいいのとか、こんなこと撮らないのとか、え次何喋るんやっけとか、そういうのが、うん、全然合わなくてちょっと喧嘩になったりとか正直あったりもするんですけど、皆さんなんか夫婦で撮られてる時どういう感じなんかなってすごい気になるんよね。どうですか、なんか僕らはもう最近2人で撮るで、お出かけじゃないやつ家でなんか企画で撮るってなるときはもう企画書書いてるからね、夫婦間ですご
夫婦間ですごい。まあ、企画書って言っても、まあ、ワードにペペって書いてるやつやけど、なんかまあ朝じゃあ起きた時のシーンからねとか、なんかでそれは決めておかないと、えなんで今撮ってないのとか、なんで今化粧してなんか顔も洗ってないのに回してるのとか喧嘩なるから、そうそう、もうこの日は絶対もう顔洗う前にカメラ回しますよっていうのを事前に決めといて回すって。でちゃんと話しとこうねって言うだけやと結局話したり話さんかったりするし、話したにもなんかどこまで話してるかっていうすれ違いがまた起きるから、もうじゃあ書こうみたいな企画書書こうみたいな。なるほど。そこまではしてないですか皆さん。どうやろう、企画書はしてないな。企画書はしてない。企画書でもいいね、いいよくない。そうね、うん、なんか流れというか、うん、こういう動画を作りたいみたいな、なんか別にセリフまではその細かく基本的には決めないけど、こういう展開でこういう風に持っていきたいみたいな。どっか旅行くときは一応事前になんとなくこういう動画を撮ろうねっていうのは決めるよね。決める、うん、あでもそれこそさっきの話じゃないけど、うん、サムネとタイトル決めて、うん、こういう動画でこういう構成で撮ろうねっていうところまでは話す。ざっくりね、うん、で、うん、サムネはこういうシーンがあるやろうねっていう想定は一応しておく。うん、うん、でもあとはもうカメラが回ったらもうその場のテンションで、うん、うん、なるべくその場で。そうね、あのだからそう最近は素材をなるべく長くした方がいいよねっていう。そう、編集はすごい大変やけど、うん、もうできるだけカメラを回して、ね、うん、で、あの、だから2時間の動画が18分になったりだとかも、まあそれは分からへんけど、みんながどうなってるのか分からへんけど、とりあえず長尺で撮るようにはしようねって。そうそうそう。撮影のコスパを考えないみたいな。うん。うん。まあ長めに撮るっていうのはあるかもしれない。確かに。うん。大変やけどね。何かしらあるやろ。そう、何かしら。そう、待って。なんかもうご飯食べてるシーンとかも、そらずっと回してたら30分とか回し続けなあかんから、うん、もう美味しいだけ撮りたかったら最初美味しいだけ撮ってカメラオフでもいいけど、うん、なんか話しながら食べながら話してる時にめちゃおもろい会話になったりとかするもんね、うん、なんか思いがけずあるあるある、で、あ今回しといたらよかったみたいな、うん、あるから、まあ常に回しとくっていうのは一つやな。喧嘩をだからするね、普通に、うん、喧嘩するする、うん、するするで動画の撮影を撮影の段取りとかで、撮影の段取り、段取りはするな、うん、機材準備とか、そっち系じゃん、めっちゃ細かいけどな、うん、撮影中はそんなにない、うん、じゃあ、うん、え電池充電しといてくれるのちゃうかったっけ、いや足りないやろみたいな、それ系はそれは足るな確かにそれ系めっちゃある、うん、うん、旅とかお出かけ行くときはもうその出かけた先がもうコンテンツの全てみたいな、なんかそれ次第みたいなところがあるから、出かけるときはあんまりその企画書っていうよりはどこどこ行って楽しむ、どこどこ行って楽しむみたいな、そういう感じで気楽にできるけど、まあ最近はもう外全然出れへんから、やっぱ家の中で撮らなあかんしみたいな、で夫婦2人で足並みをもう揃えてもう2人一緒に動画撮ろうねってなると、やっぱちょっとどういう動画作るっていうすり合わせが結構大変やったりとか、2人のちょっとモチベーション合わんかったりするんで、もう最近はなんか1人でもいいやんみたいな風にはなった、1人が主体で回して、でもう1人はまあ補助というかサブというかちょっと話振った時に出るけど、もう基本動画の進行は全部どっちかが握ってるみたいな。昨日上げた動画もユミがもう全部考えて作ってくれたしね。ああそうやな、うん、そういうやり方もしていいんやって思えたんがまた緩くやれてる理由かもしれない。全部夫婦でやらなあかん、夫婦が 100%50-50 出なあかんってなると、うん、あれやけど、うん、エリさんはもともと夫婦でやられてたわけなんですけど、そっから一人女子ソロキャンプに帰ってなんかそのあたりってどうでした？いやもう隣に旦那さんいらっしゃると思うんですけどいやもうね、ほんと方向性が違くて私たち。もうね、一緒にやるともう毎回喧嘩だし、もうお互いに本当に磁石のプラスとプラスみたいな人だから、主張が激しいんですよね、二人で。そう、だからね、私はこういう風にやりたいと、俺はこういう風にやりたいが、もう真逆なんだよね。だからね、もうダメだな、これは、みたいな。一緒にできない。やめようぜ、みたいな感じになって。そう。あ、へえ。そうそう。でね、まあ、たくちゃんもね、自由に自分でやりたいことやってるから、私も、やろ、
と思って始めたんだよね。伸び伸びとできてますか？いや、伸び伸びですよ、本当に。自分のこだわりを突き通せるから。あ、なるほど。よかった。けど、まあ大体本当いつも一緒にいるから、うん、私が撮影している傍らで、まあ彼全然違うことしてるみたいな感じで、もうたまに本当、いや、ちょっとこれカメラ持ってって時に、ちょっと頼むみたいな。のとか、まあ、重い荷物運んでもらうときとか、本当に手伝ってくれたりとかする程度で、うん、もう、撮影、動画制作に関することは一切関わってないので、旦那さんが。だからもう本当自由に自分の思った通りにやれてる感じはしますね。うん、まあ、なんか、あっちもね、自分の自由にできてて楽しそうですし、うん、いいんじゃないかな、うん、これで、って感じで、うちは。うん。それはこう寂しさがあったりとかしないですか？いやー、なんかたまにね、なんかもうちょっと関わってほしいなって思うこととかもあるけど、まあでも一人の定めだなっていうところですよね。あ、うん、っていう時もあるけど、でも、うん、最近はもう旦那さんを YouTube に出すようになってからはちょっと気持ちは楽になりましたね。最初はもうソロでやってるって感じで一人でやってたけど、まあちょっと登録者減るの覚悟で旦那さんいますって言って出してるし、うん、まあ結構女性一人の YouTuber とかでも結婚したり彼氏いるけど隠してるっていう人も本当いっぱいいるけど、そういうところで隠すのってちょっと辛いなって思ってたから、うん、まあ本当旦那さんをもろに動画出した時に登録者500人減ったんですけどね。で、そこからもう出しても出してもなんか500人減るみたいな周期があって。いやーと思ったけど、もうもう一回バズらせるしかねえと思って、もう一回考えて、バズる動画作ったら、まあなんかもう一回復活してきたみたいな時期とかもあったんで。まあでも、うん、登録者、ね、減ってくれたからそれで、なんだろう。入れ替わってくれたかなっていうのもあるし、あー、うん、それはほんまにそうやね。ほんまに女子ソロキャンプ、もう変な話、うん、女の子見たいっていう人がいなくなって、うん、まあキャンプとかそういうのが好きっていう人が残ったんかもしれない、うんうん、残ったし、そのソロでやってた時にたまたまなんかちょっと下心もありながら見たけど、まあ旦那さんもいい人だし素敵だよって言ってくれる層もいるしみたいな。そういう人はすごいいいね、うん、そうやな、いい感じになってきてるから、まあなんかどうせ見ないのに登録してる人が多かったりするとおすすめになかなか表示されなくなってくるから、うん、本当に外してくれてよかったっていうふうに思ってますね、うん、あ、そうなんや、うん、そうらしいですよ。役割分担大事よね。役割分担っていうか、そのなんか責任の所在って言ったらあれだけど、うん、エリちゃんのところなんかその動画にはそれこそ出ないけど、うん、でもなんか二人三脚で夫婦クリエイターっていう感じはめっちゃするけどな、うん、俺らはよく知ってるから、うん、まあね、ずっと一緒にいるからね、うん、実はね、そうだよね、うん、動画に画面にいるかいないかの違いだよね、うん、まあなんかだから旦那が全部やってんだろうみたいな感じで言われるのも尺なんだけどね、結構。そう、ね、言われ、結構言われるから、そうそう。それもあるんだ。いや、私がやっとるかなとか思って、イラッとしたりするけど、まあでも、いてくれるからね、すごいそれは感謝だし、今日も、キャンプの撮影から帰ってきたばっかりなんだけど、多分一人で一泊行って帰ってきたら、もうほんと今頃ほんと死んでたけど、運転もしてくれたし、テントの設営、撤収も手伝ってくれたし、だからね、ちょっと体力的に助かってる、すごく。なるほどね、そういう形で、いい、うん、なんか動画にはあんまり出てないけど、やっぱ裏で協力してたりとか、うん、まあ、そもそもこうすごい支えてくれてたりね、うんうんうん、そういう形で2人で二人三脚でやられてるんやなと思って。そうなんですよ、うん、あ、これはあの旦那さんにもあの問題なく聞いていただける放送になりそうでよかったよかったよかった。スカラ夫婦さんどうですか、夫婦で2人で活動されてて、最近 DIY とかも挑戦されてるようなんですけど、何かトラブルというか、はい、YouTube やり始めた最初の方って2日3日に1回に出すように頑張ってたんですよ、動画を。すごい。
そうするともう追いつかんくなってきて、うん、そこでもうちょっとねバチバチというか、そうやね、うん、なんか、うん、それまであんまりその言い争いとかするような関係じゃなかったんですけど、一緒に仕事をするようになって、うん、初めて意見がこんなにぶつかるのかみたいな壁にねぶち当たって、うん、でもなんかこう皆さんの話聞いてると自分たちだけが喧嘩が多い夫婦じゃないんだって思えてめちゃくちゃ心が楽しい。まあ皆さん喧嘩もねそれはしますから夫婦なんで、うん、まあ、確かにその3日あげないと、僕らも毎日投稿頑張ってた時とかもあるんですけど、やっぱこうやらないとやらないとってなってくると余裕もなくなってくるからね、うんうん、やっぱ喧嘩とかなったりもするし、うん、ね、まあ、最近はあんまりだからペースとかは自由にされてるんですか、それ今も3日とか、まあ、今もね、ちょっと DIY がなかなかそんな3日ペースで終わらなくって、なので出来上がったタイミングで出すんで、まあ、もうちょっとかかってるかな、うん、5日とかぐらいはかかってるかもしれないです。うーん、 DIY 大変やんね。マジで大変、めっちゃ大変やね、あれは。思い通りいかへんし。俺らだけやってるか、俺らだけが DIY やってんの、うん、私夫婦は自分の車作らないの。車悩んでる。どうでしょう、ね、どうでしょうか。わかんないね。裸足の DIY めっちゃ面白そうだけど、うん、いずれ欲しいけどね。うん、なるほどね。うん、ちょっとやりますか。ちょっとなんか不器用なもんで、ちょっとそこら辺がそれがいいんだ。それが腰が重いですけど、それが面白いんでしょ。なるほど、炎上しない程度にちゃんとやれば大丈夫だよ。炎上するんですか？いやー、なんかちょっとキャンプとかは特に多いんですよね。ちょっと間違った知識でやっちゃったりとかすると、まあ、例えばなんかそう、落ち葉がいっぱいあるところで焚き火したりとかして、シートも引いてない、うん、あ、この間そうそう、あったね、なんかねっていうのね、めちゃくちゃ言われちゃったりとかするし、私とかもあの耐熱グローブしないで薪に、なんか薪ストーブに薪突っ込んでたりとか、素手で斧振りかざして薪割ってたりとかみたいな、ちょっと雑なところとかもね、もう怒ってくる人もいるし、とハンモックとか、キャンプ警察やね、そうそう、キャンプ警察、キャンプ警察、そう、ハンモックで、車中泊警察、車中泊警察、車中泊警察、いっぱい、そう、そうだね、なんかそういうのね、細かいの言ってくる人いっぱいいるから、ベテランのね、うん、ベテランの方みたいなのが、ね、そうそうそう、だから気をつけないといけないなと思って、うん、え、なんかさ、いやもうこれカットするかもしらんけどさ、いや何やろそれ。なんかそういうコメントって消したりとかしないですか？残してます？あー、ね、ちゃんと返してるかな。うわー、偉いね。いや、すごい偉い。エリさんだってツイッターとかでも結構戦ってる感じある。そうなんや。ちょっとやばいやつは、明らかにやばいだろうってやつなんかスクショしてツイッターで私叩き返すみたいなこと前やってたけど、でも最近はやらないようにしてる。ちょっとあの、むやみやたらに敵を作るとあんまり良くないってことが分かった。なるほど。なんかあんまりこっちがすいませんって謝ると調子に乗ってくるしね。ああ。そう、なんか別にね、すいませんとかそういうのが欲しいってわけでもないやろうし、指摘したい人は指摘したいっていう気持ちがやっぱ強いやろうから、もう相手にしないっていうのがいいかなと思って、僕らはもう批判コメントとかも全部ね即ブロック批判じゃなくて もう何でもかんでもブロックしない。批判じゃなくてもちょっとでも気に触ったらブロック。あ、でもそれが安全だな、多分、うん、あ、でもわかる、1秒も時間使わないもん、脳内のスペースを1ミリたりとも使わない。最初の1行で、あ、これもうやばいコメントやと思ったら、もう先見ずブロックしたりするし、ある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 。なんかそうでもしないとメンタルやっぱやってられへん。そうそうそう、いや確かに。なんか最近とかなんかこう批判コメントじゃなくても、なんかちょっとこの人変やなとか、なんかちょっとこれ嫌味で言ってんのかなみたいな一瞬でも思ったら、もうすぐブロックしといて。でじゃないと、なんかそういう人ってこう後々からコメントをまたつけてきた時に、あ、やっぱり批判来よったなみたいな、あ、前のあの人かみたいなね、あ、やっぱこういう風やったんやみたいな。結構ある、そう、事前ブロック、事前ブロックわかるな。はい、というわけで前編は以上です。
次回は対談の後編をお届けしますので、今ご視聴のプラットフォームで登録フォローして次の放送をお待ちいただければと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。